とある撮影の打ち合わせをしている選手たち。乳がんについての正しい知識を多くの人に知ってもらうことを目的とするピンクリボン運動、その活動にアイナックも参加しているんです。この日はその啓発動画の撮影の日。選手たちも慣れた様子で順調に撮影が行われていきます。早速完成したピンクリボン運動啓発動画をご覧ください。11人に1人、これは一生のうちに乳がんになる危険性がある日本人女性の割合です。特に多いのが40代から50代の方、30代も要注意ですよ。でも心配はいりません。乳がんは早期発見で治る病気なんです。だから2年に1度必ず検査を受けてください。あなた自身のために、そして愛する家族のために。今回作成された動画は2種類、神戸市のホームページや神戸市内の街頭ビジョンで見ることができます。ぜひ別バージョンもチェックしてくださいね。優勝の可能性を残すためには絶対に勝ち点3が必要なリーグ戦の大一番、アウェイでの首位ベレーザ戦に臨みます。前半8分、高い位置でボールを奪った伊藤選手から増谷選手、シュートは惜しくも枠を外しますが、積極的な守備からチャンスを作り出します。14分、フリーキックのピンチでは竹中選手がスーパーセーブ。6分後には森谷選手がナイスディフェンスでゴールを死守します。しかし39分、自陣でのパスをカットされ失点、先制を許してしまいます。さらに後半に入って9分、追加点を決められ2点を追う展開に。苦しい立場に立たされたアイナック。23分、杉田ひな選手のクロスに岩渕選手、途中出場の岩渕選手が古巣を相手に果敢にゴールを狙います。38分、京川選手から反対サイドの高瀬選手、内に戻して岩渕選手、フィールドを広く使いゴールに迫りますが1点を奪うことができません。目の前で相手に優勝を決められる悔しい敗戦、4年ぶりのリーグ優勝はなりませんでした。じゃあ東京で育ってベレーザでお世話になって、西ヶ丘っていうグラウンドはまあ個人的にも好きですし、すごい、はい、いい環境でベレーザと試合ができたことは、はい、嬉しかったです。まあ、でもやっぱ今こうやって終わって、まあ、目の前で優勝は見たくないなっていう気持ちです。はい、まあ、もう優勝はできないですけど、しっかり2位っていう立ち位置を守ってリーグ戦終われるようにしたいのと、まあ、皇后杯はまあ1からのスタートなので、しっかりチーム全員で頑張りたいなと思います。いや、もう個々の気持ちの部分だと思います。勇気持ってプレーできるか、それともプレッシャーに押し潰されるか、その違いだけ、はい、それは感じました。続けていくしかないんでね、まあ、とりあえず、まあ、今日は出せなかったですけれども、今までやれたことをもっともっと出せるようにする、それだけですね。台風の影響で延期になっていたリーグ戦の代替試合、優勝はなくなったアイナックですが、声援を続けるサポーターのため、そして自分たちのためにも最後まで戦い抜く気持ちで試合に臨みます。前半26分、高い位置からプレスをかけボールを奪うと、
鮫島選手のボールキープからクロスに杉田ひな選手。この試合も前線からのディフェンスでゴールに迫ります。34分杉田ひな選手から中島選手、ミドルシュートは枠を捉えますがキーパーに抑えられてしまいます。ボールを保持しながらも前半はスコアレス。後半から大野選手、岩渕選手を投入しさらなる前線の活性化を狙います。すると後半開始直後の1分、高瀬選手から岩渕選手、戻して再び高瀬選手から細かくつないで最後は中島選手。中島選手、大野選手、杉田ひな選手とパスがつながり中央突破、ゴールに迫ります。5分後には岩渕選手の突破から増谷選手。惜しくも先制とはなりませんが交代選手が攻撃にさらなる勢いをもたらします。24分、コーナーキックのチャンスを得ると中島選手から杉田ひな選手、ヘディングは得意でないと言いながらも見事なシュートを決めた杉田ひな選手。アイナック、ついにゴールをこじ開け先制します。先制の直後、自陣でボールを奪われピンチを招きますが福本選手が落ち着いて対応、怪我から復帰したベテランがゴールを許しません。攻守が噛み合い見事完封勝利。リーグ戦残り全勝を目指し次節ホーム最終戦に臨みます。ゴールへの存在欲さっていうところはやっぱり日々練習からもっと出していかないといけないと思うし、まあ、その守備面でもこう一番危ないところに全員が帰れるっていうところはもっと意識して取り組んでいかないといけないのかなと思います。まあ、もう優勝は逃しましたけど、まあ、ただまあ、少しでもいいゲームをできるようにもう一回全員でしっかり戦っていきたいですし、何よりも見てる人たちにね、やっぱりそういう何か感じてもらいたい、まあ、そういう意味ではもう1試合たりとも無駄にできないと思うんでね、次のゲームまた全力で戦っていきたいと思ってます。アイナックの次節は今シーズンのホーム最終戦、10月1日に行われるチフレ戦、そして7日にはシーズン最終戦となるアウェイでの野島戦が控えています。まあ、もう一度本当にこの場所に帰ってくることができてとても嬉しく思いますし、本当に自分を支えてくれたたくさんの方々のおかげだと思っているので本当に感謝しています。まあ、怪我をしている間ブースなどでサポーターの方と触れ合う機会がたくさんあったんですけども、本当に待ってるねとか頑張ってねとかそういう励ましの言葉をたくさんいただいたので頑張ることができたので感謝しています。そうですね、まず無失点に抑えられたことはとても良かったなと思うんですけども、もっともっと良くなるところもあると思うのでしっかり反省して次につなげていきたいです。